次も、サビがこう拳を突き上げる感じの見た感じね。今日は皆さんちょっと人見知りが多いそうで誰もやってないんですけども、まあ腕があるから皆さんやらないと、まあ、別にやらなくてもいいけど、最後の元気はバックネットまで残しておいてください。サビにもしよければ一緒に拳を突き上げて、このねダメな日本にちょっと批判をしましょう。聞いてください、バンシックソールズ。こうだよ、こうこうか、こうでお願いします。まあ、こうでもいいけど、こうかお願いします。こうでもいいけどね、ゴー。ありがとうございます。
んなこんなだとアロハス1曲になります。今日本当ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。あとでライブ終わったらまあ、アンケートみたいな今後のライブ予定を手渡しで送りますんで、皆さん嫌がらずにもらってください。すごいこの汗だくでちょっと臭いかもしれないですけどね、皆さん優しくもらってください。お願いいたします。まあ、一番近くのライブを言うと、18日の月曜日、海の日ね、腰がイージーゴイングスのところで、まあ、ペロタンっていう最高のポップパンクバンドでやりますので、皆さんもしよかったら見に来てください。まあ、17日の渋谷なんだっけな、なんかパンクロックコンフィデンシャルみたいなやつもアロハスね、急遽CD 配りとして俺がいますんでね、もしよかったら声かけてくださいお願いいたします。出演はしないからね、急遽ってそう、出演バンドの、ま邪魔はしないから外で配ってますから、もらってください。お願いいたします。今日もありがとうございました。最後にオールマイホープサゴンって曲がありますけども、まあ、ちょっとね、今までのアロハスとちょっと雰囲気の違った、まあ、ちょっと切ない感じの、まあ、今まで出会いとかね、別れとか経験したと思いますけども、まあ、いつまでもね、まあ、どんなに悲しい別れを経験したとしても、いつまでもそこに立ち止まっちゃいけないと。人生はね、短いですから、あっという間に死んでしまいます。だからどんどん前を向いていこうぜって、そんな曲を最後やってお別れしたいと思います。聴いてください。今日本当にありがとうございました。オールマイホープサゴン。